お疲れ様です。吉谷さん。よくね、働いてると、会社に搾取されてるって言いますけども、実際そうなんでしょうかね。中小零細企業に関しては、会社に搾取されてるんじゃなくって、従業員に搾取されてると言えなくもないんですよ。で、従業員の身分や給料とかね、ただ保障する責任っていうのは経営者にかかってきますけども、時に経営者っていうのはですね、会社の債務を、やっぱこう、連帯してるわけなんですよね。 つまり会社が赤字ってことは経営者自身が赤字なんですよ。まあ、ということで吉谷さんもね経験してると思いますけども従業員の給料を払うためにあの消費者金融をぐるっと一周してきて金を作ってきて給料を払う、まあ、そうなるとね何のために経営をしてるのかなと、うん、これだったら1か月仕事をせずにもう従業員の給料を自家払いした方が安く上がるんじゃないかなっていうところもまああったんじゃないかなと思います私はありましたね でそれをまたね従業員に言ってしまったのはねよくなかったかなともう出勤しなくてもいいからもう給料は皆さんの口座に振り込むんでちょっと店をもう持つのはやめようとそうすると店のコストってかかんないから従業員の給料だけで済むんですよはっきり言ってそっちの方が負担が少なかったですよねで従業員の管理をしなくていい分私はまあちょっとね自由な身分になれるということでもう店に行かなくてもいいし店の管理もしなくていいし取引先もいらないし 従業員に給料払って、あとは自由に暮らした方が良かったんじゃないかな、みたいなね。まあそんなこともありましたね。うん。だからそれが経営のリスクじゃないかなと思いますね。うん。やっぱね、会社に搾取されてるなんて言ってますけども、本当ですかと。労働者の皆さん。うん。会社に搾取されてるんじゃなくて、搾取をしてる方じゃないかな、というふうに視点を変えてみると、これはみんなに言えることではないんですけども、実はね、うん。 安定した給料をもらいたい、正社員で雇用されたいっていうのは、会社から搾取してる側になるということでもあるのかなと思います。ね。多分、社員、正社員として働いて、実際の自分の給料ほど働けてる人っていうのは、あんまりいないんじゃないかなと思いますけどね。うん。どうでしょうかね。それでは、行ってらっしゃい。